ドンファン所属、ハイテン級防護巡洋艦のハイテンです。過去に関しては、多少言い表せないところがありまして、多分、時勢に恵まれず、という表現が妥当でしょう。お待たせしました。服と提灯を用意するのに少し時間がかかりました。ええ、夜遊びとおっしゃっていましたので、先人に習って少しばかり準備をしました。もう出発しましょうか。今宵の風景は素晴らしいですね。母校のにぎわいから離れて、二人で静かな時間を楽しむ。まるで、合いびきのような感じだと、思いませんか？林の中に白い服の女のお化けが、あちこち浮いていて、それに妙な風の音も。変な噂。ん？その指揮官さん、どうしてじっと見つめているのですか？工作するもなんぞや、宿泊の影以外何もなし。鬼神の話はさておき、こうして夜中に散策すること自体が貴重な体験です。ましてや、指揮官さんと一緒だなんて。吸血鬼、フランケンシュタイン、魔女。どこに行っても、この手の視界は豊富で面白いですね。お菓子をくれないといたずらしちゃうよと言われたら、これらのお菓子を分け与えるという意味ですね。わかりました。シャオピンでも大丈夫ですか？手をつなぐんですか？指揮官さんの真の狙いはこれだったのですか？あら？体に不調はありませんよ。羽を伸ばす日なんですから、任務は少し後回しにしても大丈夫ですよ。任務が完了しました。今回もきっと良い報酬となるでしょう。紙に書き留められた一字一句。彼方より伝えられし、深き思い。指揮官さん、体力補充はいかがですか？先ほど作っておいたシャオビンが、あ、甘すぎましたか？どうか話しかけないで、一人にしてください。歌の美しきたるは、王院や対句だけでなく、行間に潜む万感の思いにあり、指揮官さんは歌の道に興味はありますか？千差万別な作風に、豪胆不敵に波乱万丈を引き起こすこともあれば、情緒てきめんで悠々自適に抑え込むことも。指揮官さんの好みはどちらでしょう？
ごめんなさい、指揮官さん。大したことではありません。ただ、最近読んだ、忍ぶこと、についての歌には、いささか、共感したというか。どうぞ、お気になさらず。指揮官さんがいつか水平線の向こうに行く日も訪れることでしょう。どんなに遠く離れていようと、ハイテンがここにいることをお忘れなきよう。ハイテン一色、月下同色、どうか。委託組の皆さんが無事帰ってきましたよ。戻ってきた彼女たちをちゃんとねぎらってあげてくださいね。こう、そのことをよくせんと欲せば、必ずその木を利とす。ありがとうございます、指揮官さん。戦をもって戦を止めるしかないのでしょうか。赤地千里、乱雨荘園、終戦速兵、いつ叶うのかしら。優春も失脚す、ですね。正々至れば、近跡阻まれることなく。霧が？流れる時の川、導きの地得れば恨まず。地にとどまらないとすれば、喜ばしきも、あ、いいえ、すみません。心の整理をさせてください。ちょっとだけです。